んこんにちは。今日はアーク溶接で平板の溶接と炭肉溶接を紹介していきたいと思います。使用する材料は6ミリの板とチャンネルを使用します。これが今回溶接した炭肉溶接の状態です。今回は基本的なことを解説していけたらなと思います。で、紹介する棒は SR2 という軟鋼棒と LB という低水素棒を使用していきます。で、平板を溶接する際の棒の角度なんですが、僕はいつもこれぐらいを保つように溶接をしています。この棒の角度自体はプールがどれだけついてくるかで角度を決める必要があるのですが、基本的に電流さえ合っていればこの角度で十分ついてくるので、僕はこのぐらいの角度で溶接をするようにしています。この後に詳しく説明しますが、プールがついてきすぎて棒を追い越しそうになった場合はこのように倒す、逆にプールが全然ついてこない場合は棒を立てるといった感じで、プールの状態を把握しながらアーク溶接は溶接をするようにしてください。基本的に僕はアーク長は3ミリから4ミリ保つようにしています。アーク長は離れすぎてもダメですし、近すぎてもダメなので、だいたい3ミリから4ミリぐらいの正しいアーク長を保つようにして溶接をするようにしてください。アーク溶接の場合はプールをしっかり見るということがとても大切なので、慣れていない方などはプールをあまり見ていないと思いますので、プールを見るようにしてください。プールがついてこない場合は先ほどぐらい棒の角度を立てることもあります。ついてきすぎる場合は先ほどのようにしっかりと寝かして溶接をしてください。まずは電流120で平板の溶接をしていきます。で、アーク溶接をする際に肝心なのはこの黄色に光っているプールの部分を必ず見るようにしてください。ここをしっかり見れていれば綺麗な幅を出すこともできますし、今どのように肉がついているかもしっかりと把握することができるので、プールの状態をしっかり確認してみてください。それでは正しい方法で平板を溶接していきます。棒の角度はだいたいこれぐらいで、今プールがしっかりとついてきているのがわかると思います。このオレンジ色の部分をしっかりと見てください。これがついてきている状態というのはしっかりと綺麗な溶接ができている証拠ですので、このオレンジ色の部分がしっかりとついてきていることは確認しながら溶接をしてください。アーク長はこのようにだいたい3ミリぐらいを保ってもらえば大丈夫です。次に棒をだいぶ立てた状態で溶接をしていきますので、このオレンジ色のプールを見てみてください。あまり立てすぎるとプールが棒を追い越しそうになってしまい、棒の先にこのようにプールが巻き込まれてしまいます。こうなりますと綺麗な溶接ができないので、プールが棒を追い越しそうになった場合は棒の角度を倒すようにしてください。で、次にこれは電流をわざと40上げました。40上げたのでこのオレンジ色のプールをしっかり見てほしいんですが、プールが後ろに逃げているのがわかると思います。このプールが逃げてしまいますと、とてもビードの外観が悪くなってしまいます。後ろにオレンジ色のプールが流れていってしまい、全然棒の方についてきていないのがわかると思うんですが、この状態は一番ダメな状態です。プールがついてこないので全然溶接が進まない状態に今はなっています。で、これが一番最初に紹介した正しい方法の溶接ビードです。で、こちらが棒の先にプールが何回も入り込んでしまった方のビードです。で、こちらが電流が高くてプールがついてこなかった方のビードです。見てわかる通り、プールがついてこなかった方のビードは表面に穴が開いていません。で、正しい溶接方法のビードは表面に穴が開いています。この穴がポツポツと開いた状態になっていれば綺麗な溶接ができていると思ってもらって大丈夫です。この穴が開いていない状態はプールが逃げていた証拠です。こちらを剥がしていきますと、綺麗にビードが安定して目の細かい綺麗な溶接ができています。平板ではこの状態が一番理想な状態だと思いますので、プールがついてきているということはしっかりと確認しながら溶接をするようにしてください。プールの幅をずっと一定を保っていればビードの幅も揃っていますので、プールを見ることを心がけてみてください。
意外とアーク溶接は棒の先ばかり見て後ろについているプールを見ていない人が結構多いのですが、プールを見ることがとてもアーク溶接では大事です。こちらはプールが棒を追い越していったのでとても幅が広くなってしまい、ペタッとした溶接ビードがついています。ですがプールが逃げたわけではないので目は細かい綺麗なビードはついています。で最後にプールがついてこなかった方のビードを見ていきます。こちらはもう一目で分かる通り目が全然詰まっていないのと、ビードの表面にスラグがとてもたくさんついています。プールがついてこなく、このビードの表面にスラグがたくさんついている状態はしっかりと掃除をしてもなかなか抜かないのでダメな状態だと思います。ビードの波自体も表面がとてもボコボコしていて安定したビードではないと思います。ツヤの方も確実に下側の方があると思いますが、プールがついてきていないのに溶接をしてしまうとこのようになるので注意をしてください。プールが全然ついてこない原因としましては、電流値が高すぎる、もしくは電流があっていても棒を倒しすぎてしまい、プールを後ろに押し出そうとしてしまってプールがついてこない場合があります。なので棒を起こしてみてもプールがついてこない場合は電流を下げてください。そうすればプールはついてくると思いますので、正しい電流値で溶接をするようにしてください。アーク溶接の平板などでとても肝心なのはプールがしっかりとついてきていること、これを最重視して溶接をするようにしてみてください。次にこの LB です。この低水素棒なんですが、これは普通の軟膏棒とは違い少し特徴がありまして、切りながらの溶接はしないようにしてください。それとアークの溶接棒ですとこのように適正電流値を書いてくれてますので参考にしてみてください。でこの低水素棒で気をつけてほしいのが、必ずバックステップをするようにして溶接を始めてください。この LB なんですが、このバックステップをせずに最初から溶接をしてしまいますと基本的にはブローが必ず入ってしまいます。今のアークを出して少し後ろに下がってから溶接を始めたのがバックステップのやり方です。なので低水素棒ではこのように切りながら溶接をする溶接方法もあると思いますが、低水素棒を使用することはしないようにしてください。低水素棒はこのようにバックステップをしなければスタートブローといい、このようにビードの先端にブローホールが入ってしまいます。なので低水素棒は切りながらの溶接には向かないということと、アークのスタート時にブローが入ってしまいますので必ずバックステップをするようにしてください。で次に炭肉溶接を紹介していきます。アーク溶接での炭肉溶接なのですが、僕は基本的に一番隅の部分に棒をつけた状態でこのように引っ張りながらゆっくりと溶接をしていきます。完全に上と下の母材同士に棒を当てて一番奥を狙いながら溶接をしていくようにすれば、炭肉溶接は比較的簡単に溶接ができます。多層盛りをするわけではないので、このような方法で 6mm の板ですと細く走ってもらえば十分な溶接ができると思います。で炭肉溶接では棒の角度と電流値がとても大事になります。普段僕はだいたいこのような角度で溶接をするようにしています。これが寝かせすぎてもダメですし、今のように立てすぎてもダメです。これぐらいを維持しながら僕は溶接をするようにしています。先ほどの平板と同じで、この棒の角度でプールがついてくるスピードを把握しながら調節するようにしてください。あまりついてきすぎて棒を追い越すようでしたらこのように倒してもらえばいいですし、全然ついてこない場合ですと棒を立ててもらえばプールはしっかりとついてきてくれますので、ついてきすぎず追い越さない適切な棒の角度を見つけてその角度を保つようにしてもらえば綺麗な溶接ができると思います。次にこの上下の角度なんですが、下すぎたら当然上の母材ばかりに肉がついてしまいますし、
植えすぎたら下の母材に肉がついてしまいます。なので立てすぎず下げすぎずの一番真ん中の角度、今の角度を保つようにしながら溶接をするようにしてください。これをすることで一番隅の部分を溶かしながら溶接をすることができます。なので普段片どけばかり起きて下に肉がついていないことが多いという方は棒をもう少し立てるようにしてもらえばいいですし、しっかりと真ん中を狙える棒の高さの角度を選定して溶接をするようにしてください。必ず炭肉溶接はこのように押しではなく引っ張りで溶接をするようにしてください。今の角度を保ちながら溶接をすると綺麗な溶接をすることができます。このぐらいを目安にプールがついてくる角度で溶接をするようにしてみてください。今の角度が理想な例です。でこれが棒を寝かせすぎた状態です。でこれは棒を下げすぎた状態です。これが棒を立てすぎた状態です。こうならないように今のポジションを保つように心がけてみてください。で炭肉溶接なんですが、今回はだいたい160ぐらいで溶接をしていきます。炭肉溶接では平板の電流よりもだいたい30から40ぐらい上げると溶接はしやすいと思います。炭肉溶接は必ず奥を溶かさないといけないので、平板の溶接よりは電流を上げるようにしてください。で炭肉溶接も先ほどの平板同様、このオレンジ色のプールをしっかり見てもらえばプールがついてきている状態がわかると思いますので、綺麗な溶接ができます。この時に角度や電流が低く片どけをしている場合ですと、上のみにオレンジ色のプールがついてきていたり、下のみにオレンジ色のプールがついてきたりしているので、このように上にも下にもオレンジ色のプールがついている状態を保ってもらえば片どけも起こらず綺麗に溶接することができます。プールがしっかりとついてきていたので表面にポツポツと穴も開いています。これでスラグを剥がしていきますと、このように上にも下にも綺麗についた目の細かい安定したビードがつきます。なので炭肉溶接でもプールがついてきていること、そしてプールが上の板にも下の板にもついてきていることというのをしっかりと確認するようにしましょう。炭肉溶接でも電流値を上げすぎてしまいますと、平板同様プールはどんどん後ろに飛ばされて全然ついてきてくれないので、先ほどの表にスラグがたくさんついたツヤのない安定していないビードになってしまいますので、プールがついてきていることを把握しながら溶接をするようにすれば、アーク溶接のこの平板や炭肉などは簡単にできると思うので、プールの動きと棒の角度、それと正しい電流値というのをしっかりと合わせて溶接をするようにしてください。今日は初心者さん向けの動画でしたが、いいなと思いましたらグッドボタンとチャンネル登録の方もよろしくお願いします。サポートの溶接や簡単な炭肉溶接などをするときは、今回のような電流値と角度などを真似してもらえば、このような溶接はすぐにできるようになると思いますので練習してみてください。それでは今日の解説動画を終わりたいと思います。